世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本では七五三や成人式など様々な行事で着物を着る機会があり、一度は着たことがあるという方が多いでしょう。また行事以外にも京都や浅草などの旅行先では着物をレンタルすることができ、着物に袖を通すと特別な気分になりますよね。このように日本人にとって特別な存在である着物ですが、これは海外の人々にとっても同じで、訪日する外国人の多くが着物を着てみたいと思うそうです。今回は日本で着物を初めて着たアメリカ人女性の体験談と、その体験談を聞いた海外の人々の反応を私センチがご紹介させていただきます。まずは話題となっていたアメリカ人女性の体験談をご紹介します。私の名前はメアリー。海外旅行が大好きで、これまでいろんな国を旅してきましたが、友人とアジア旅行に行こうという話になり、食べ物が美味しく治安が良いという理由から日本に行くことに決めました。旅行に行くにあたり、日本の文化や観光スポットを調べていると、日本に行ったら着物を体験しようという記事を見つけたので、少し読んでみることに。アメリカ人の私でも、着物が日本の民族衣装だということはもちろん知っていましたが、正直古臭くて時代遅れなイメージしかありませんでした。私は旅行と同じくらいおしゃれをするのが大好き。常に最先端のファッションをチェックしているので、はっきり言って着物はチェック対象ではなく興味もなかったんです。前に見たテレビ番組でも年配の日本人女性が地味な色の着物を着ていたので、若い人が着物を着るなんて想像できなかったんです。ただ着物は日本の代表的な文化だったので、一応友人に、日本では着物っていう伝統衣装が着られるみたいだよと話すと、友人は大興奮。前から一度着てみたかったの、日本に行ったら一緒に着ようと誘われ、半ば強引に旅行初日に着物体験が入れられることに。そして旅行当日、日本は聞いていた通り治安が良くて綺麗な国だということをすぐに実感しました。私たちは街で食べ歩きを楽しんだ後、着物体験ができるお店へ。正直私はあまり乗り気ではなかったのですが、お店に入るとその感情はたちまち消えてしまいます。生まれて初めて見た本物の着物はとてもゴージャスで美しく、あまりの綺麗さに言葉を失うほどでした。アメリカ人の私たちは日本の女性と比べると背が高く、着物はサイズが合わないんじゃないかと思っていましたが、着付けをしてくれる人が私たちの体型や身長に合わせてうまく調整してくれました。それにボリュームのないところにタオルを入れ、着物の内側でもいろいろな工夫をしてくれます。お店の人の話によると、着物はウエストが細めだとしっくりこないのだとか。実際に着物を着てみると、帯のおかげか背筋が伸びて姿勢が良くなる感じがして、一本の帯をあんな形に結び上げるなんて何度見てもどうなっているのか理解できませんでした。帯の締め方にもバリエーションがあるそうで、低い位置で結んで控えめにしたり、高い位置でゴージャスにしたり、また着物に合わせて髪飾りやバッグも選べると知り、ファッション好きな私たちは大盛り上がり。もちろん着物選びも色鮮やかでデザインもそれぞれに良さがあり、どれも着てみたくなって本当に困りました。これはすごく楽しいのですが、センスも必要だなと感じました。足元は足袋という白い二股の靴下のようなものを履き、最後に着物用の履物、草履を履きます。着物を着て街を歩いていると、私たち以外にも外国人観光客らしい人たちが着物を着ていました。人力車にも乗ったのですが、車が入れないところにも行けて、人力車を引く人が英語で話しかけてくれたので、とても安心して会話ができました。私がアメリカのテレビで見た着物は袖が短くて地味だったのですが、これにはちゃんとした理由があることも日本に来て初めて分かったんです。どうやら結婚している女性は袖が短い着物を着て、独身の女性は袖が長い着物を着るのだとか。それに結婚している女性はあまり華やかな色やデザインを着ないそうです。あとは年齢にもよると聞きました。と言っても独身の女性も短い袖の着物を着て良いらしく、着物って奥が深い。実際に日本で着物を着てみると、テレビで得た情報とは全く異なることに気づけたんです。着物は日本の伝統衣装ですし、
はじめは外国人が着るのはどうなんだろうと思っていましたが、全く問題ありませんでした。というのも、着物を着て街を歩いていると、通りすがりの何人もの日本人に、写真を撮ってもいいですか?と聞かれたんです。一緒に写真を撮ったり、ちょっとした世間話をしたりして、すごく楽しい思い出になりました。中には近くで買える美味しい食べ物を教えてくれる人も。このように日本で実際に着物を着て、私はどっぷり着物にはまってしまいました。着物をアメリカに買って帰りたいとも思いましたが、一人で着るのは無理そうだったので、今回は泣く泣く買うのは諦めて帰国。着物を着るには着物だけではなく、中に着るものや足袋も揃えないといけないですしね。その代わり、日本に滞在中は何度もレンタル着物を着ました。友人は最初の1回だけでしたが、私は結局3回も着たんです。着物は地味で古臭いというイメージを持っている外国人は私の他にもいると思います。でも、実際はゴージャスかつエレガントで、女性の美しさを引き立てる素晴らしい衣装なのです。着物に興味がある人もない人も、一度は日本に行って着物を着てみるべきです。そしていつか一人で着られるようになったら、自分だけの着物を買うつもりです。メアリーさんの体験談は以上です。彼女の体験談には世界中から多くのコメントが寄せられていましたので、そのコメントの一部をご紹介します。海外の反応。オーストラリア人の私も日本人に比べると身長も体格もあるから着物は着れないんじゃないかと思っていたけど、彼女の話を聞いて安心したわ。日本に行ったら絶対着物を着よう。ローマではローマ人のする通りにせよと言われるように、日本では日本人のする通りに着物を着ようだわ。友人は1回しか着なかったのに、彼女は3回も着たのかよ。着物に興味がない人の方がその反動で虜になっちゃうのかな。私も初めて着物を着た時はお姫様になった気分だったわ。でも本当のことを言うと、自分で着るのは大変だから毎日着物を着たいとは思えないかも。私が住んでいるオランダに着付けができる人なんていなさそうだし、日本人って本当にすごいわね。やっぱり写真とか動画で見るのと実際に見るのではだいぶ違うんだな。着物って使われている素材や模様によって光の当て方で艶の感じとか色鮮やかさがかなり違うし、メアリーさんのように着物に地味な印象を持っている人たちは実際に手に取ってみてほしいな。着物って女性しか着ちゃいけないの?男性用の着物ってないの?もちろんあるよ。男性の着物は女性のものと比べると色や柄が落ち着いているけど、まさに大和魂って感じで、それが最高にかっこいいんだ。以上が海外の国々から寄せられたコメントでした。今回ご紹介したメアリーさんは、滞在中に何度もレンタルしてしまうほど着物に魅了されたようですが、彼女のように日本での着物体験がきっかけで着物に魅了される外国人は後を絶ちません。そんな魅力にあふれた着物ですが、着るときは一苦労なので、日本人ですら日常的に着る人はもちろん、着物すら持っていないという人がほとんどではないでしょうか。そんな皆さんに朗報です。5分もあれば一人で簡単に着れてしまう新しい形の着物があるのです。その着物は、上、下、おはしょり、ベルトのようなものの3部構成になっているため、洋服のように簡単に着ることができます。また、ポリエステルでできているため、洗濯機で洗えるだけでなく、わざわざ畳まなくても、ハンガーに吊るして収納することも可能。着るのも収納するのも簡単なのに、着姿は言われても三部式だとわからないとの声も多数寄せられているそうです。若い世代はもちろん、メアリーさんのような外国人の方々にも手に取りやすい着物ですよね。着物は日本の伝統文化なので、昔からあるものを変わらず大切にすることももちろん大事なことですが、時には時代に合わせて変化することも後世に継承していく上で必要かもしれませんね。この新たなスタイルの着物のように、どこか敬遠しがちな伝統文化を日常生活に取り入れられるほど身近なものにできるといいですね。今回は日本で着物を初めて着たアメリカ人女性の体験談についてお送りしてきました。
日本では特別な行事などの際に着物を着ることが多いことから、一度袖を通せばあなたを非日常へと誘ってくれるでしょう。普段なかなか着る機会はありませんが、旅行や行事などで着る機会があれば、ぜひ着物だけではなく、帯や髪飾りなども細部まで観察し、一つ一つに込められた思いを想像してみてはいかがでしょうか。ちなみに私は成人式の時に青と緑のグラデーションが素敵なザ・和風の着物を着たのですが、皆さんは今までにどんな着物を着ましたか？また着物に関する心温まるエピソード、失敗エピソードなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。